はい、このコーナーはですね、これが原画なんです。横4メートルぐらいありますね、全部で。平等院鳳凰堂の菩薩の周りにいる52体のね、これこのぐらいの大きさです、ペンと比べて。これ原画です。こういうねコーナー、菩薩、雲中52菩薩ということで、雲の中っていうかね、雲に乗って飛んでる52人の菩薩がいます。平等院鳳凰堂にね、それを私がですね、出張の時にですね、京都の方に行って見て大感動しました。それで旭川に帰ってきてですね、写真集を見ながらね、まあどん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 書いていったわけです。はい、ずいぶん前にこれ書きましたが、その時の気持ちっていうんですか、当時を振り返ってこういう気持ちでしたってことを展示しております。白紙っていうかね、まあ白紙ですね、紙ですね。その辺にあった長い紙があったんですね。その紙に、長いって言ってるでしょ、長いんですよ。その横4メーターね、先ほど見ていただいた、原画の横4メートルのやつを、拡大、プリントしました。これが横25メートルだったかな、このぐらい あるんですね。それをこの美術館のですね、この丸い円形の壁なんですね。この壁に何飾ろうかって言った時にですね、ああそういえば これですね、今このために出したんじゃなくてですね、もう十数年前にですね、北海道の東神楽町のですね、クリスタルホールというところで私個展したんです。その時用に出したんですね、このプリントしたんです。これがあるなっていうことを気づいてですね、もう十何年事務所にあのぐるぐると巻いてね、しまっておいたんですけど、それどうだ、これに合うんじゃないって言ってね、持ってきてですね、こう合わせたんです、みんなで。ああちょっと右持って、はいそっちなんですね。ずーっとぐるーんとやっていったらですね、ぴったり、これどうですか、ぴったりなんです、ぴったりなんです。これほら、そこのスイッチのとこにぴったりはまって、いやーこのためねあったんでない、この絵はとか言ってね、みんなで本当に、わーすごい感動しました。ぴったりでした。はい、これで第一会場は終わりです。見ていってね、グッズもありますと私ね、これ書きました。でここを出ますと